小麦はダメ、エンドウ豆でした。今日はエビのアメリケーヌソース、こちらでパスタを作っていきたいと思います。冷蔵庫にあるものを適当に炒めます。ナスどんくらい水につけるの？わかんない。適当でいいか。キャベツの適当切りです。とんかつ用の豚肉かな。これはなんだ？舞茸か。
なんだか色合いが悪いね。まあいいか。決して美味しい麺ではない。ソースぶっかけりゃみんな同じ。うまい。この手があったか、ヌードル。今日はグルテンフリーパスタのブレックファーストでした。焼きそばね。なんか2ヶ月に一遍ぐらい定期便で届きます。頼んだんだね。